貨物量日本一の名古屋港、その港の商業部分を担う埠頭、金城埠頭からこんにちは。今日はそんな金城埠頭から名古屋までを結ぶ青波線に乗車。その改良は2004年と、かなり新しい部類の路線ではあるけど、リニア、鉄道館やレゴランドなど、観光施設への立派なアクセス手段。でもサクセスストーリーばっかりじゃない。その歴史を青波線に乗りながら辿っていこう。ところで金城埠頭自体の地名の由来は、名古屋港が金城と呼ばれたことにちなんでいるそう。赤い液体が洗い現れる戦乱の世の歴史は、赤潮をはびこる温暖化時代に受け継がれた。列車はほとんど普通元井各駅停車、11駅間を24分くらいかけて進む。ところがどっこい、金城埠頭から名古屋までの優等列車が稀に存在する。それが快速でも急行でもない、ノンストップ、で種別、名の通り途中駅全通過、駅飛ばすっていうレベルじゃねえぞ。でホームに着いたけど、シンボルカラーの青いラインと全面ホームドアのせいか、一昔前のゆりかもめ感が半端ない。ドア数も、ゆりかもめの6両かける2ドアと、青波線の4両かける3ドアで一致してるか。車内はウォールロングシートだけど、背もたれと座面が一体化した、珍しいタイプ。意地でもしい寝台はさせないぞという、確固たる何かを感じる。さらに椅子自体だいぶ硬かったから、あそこで横になって爆睡するのは相当むずいと思う。路線性格的に子供の乗客多めだから、子供が見ても恥ずかしくない座席の使い方しようね。じゃ、金城埠頭を発車。ここから大体北北東に向けて進んでいく。お待たせいたしました。この列車は、普通、名古屋行きです。次は、野関です。Thank you for waiting.This is a local train bound for 名古屋。The next stop is 野関。AN10。さて、青波線について解説するけど、青波線ってなんともキラキラネーム路線。自分の子供にリアムって名付けるような人が命名したなんてこともなく、青波線の名はシンボルカラーの青と名古屋の名、港の2 に由来する。愛称は青波線だけど、正式名称は西名古屋港線。この正式名称は今もわずかに存在する貨物の輸送のために残っている。というか、国鉄時代の貨物西名古屋港線を整備したものが今の青波線かな。国鉄時代には名古屋の貨物の一端を担ってはいたけど、ローカル貨物線キラーもといトラックが羽振りを利かせるようになるやいなや、西名古屋港線の存在意義が危うくなった。その危うい状況のまま、国鉄民営化で JR の名前西名古屋港線が危うかったのはそうだけど、同時にここら一帯もなんだかヤバムードが漂った。なんでもここ近辺は青波線が開業するまで鉄道空白地帯だった。鉄路がないから、湾岸ミッドナイトとして街に繰り出すしかなく、渋滞が炸裂した。あと、鉄路がないから、発展度合いが土初心者のシムシティみたいな状況だった。言い換えると、全然発展してないところと、いないとかのぐんぐん開発整備が進む地域があった。名古屋市内なのにアンバランス開発に渋滞地獄だなんて、さすがに金のシャチホコだってゴリっぽく。いや、物理的にゴリっぽくしたら天守閣から転げ落ちるけど、そこで1992年、名古屋から金城埠頭まで、稲江経由で行く路線を整備しようよ、となる。散策はこの頃から決まっていた。というのも、さっさと改良させたかったから、それで名古屋市、愛知県など公共団体に加えて、JR 東海などの民間企業が何とか出資して、名古屋臨海高速鉄道株式会社なる会社が設立された。これが1997年、そっから工事認可から着手にまでふんすこふんすここじつけて、あと、ゆるぼ、この路線の愛称と公募を行い、その時に青波線に決まって、なんとかかんとか2004年に改良にありつけた。そうして名古屋市内で唯一、海と港が眺められるこの路線は、順風満帆な鉄道経営を、できるほど余裕しゃくしゃくな路線ではなかった。改良当初はなんと、輸送人員が予想の半分どころか、3割を切る始末、大層な効果、ホームドア設備にしたけど、な状況で、赤字の地獄を見てしまった。なんなら2010年に事実上経営破綻していて、もうダメコゾーンに入りかけ、入ってた。結局愛知県と名古屋市が支援して、なんとか持ちこたえたけど、今だって輸送人員は予想の3分の2止まりだし、定期外からの需要多めで不安定。一段落ついた開発に加えて名古屋の人口減、その得絶え間ない設備更新の波が来て、まだまだ赤字の青波線が、しっかり安定するまでには時間がかかりそう。経営は冒険や、でも死んだらあかん。だから、機会があったら乗ってあげてね。実際、朝ラッシュは全線電化伏線効果を活かして、10分間隔のダイヤを組んでいるし、昼間だって、毎時4本はきっちり確保している。それに口実するけど、少しだけ SL を走らせたこともあったから、なんとか頑張ってる。
デオ。さてお次は今へ。名古屋方面からここ止まりの列車も1本だけある。読み方にブレがある地名で、例えば能勢地域のあたりにある公園は稲江公園って読むらしい。稲江にはその昔名古屋市電築地線なる路面電車が通っていたらしいけど、悲しきかな。高度経済成長の波を受けた1970年前後に軒並み廃線になってしまった。これには名古屋港にも甚大な爪痕を残した。伊勢湾台風の影響も少なからずあったけど、鉄道よさらば我が代表堂々退場せと相なって鉄路が失われた30年余り、環境問題や渋滞問題が浮き彫りになった今でこそ第二次路面電車ブームが来てるけど、ここは貨物線の整備も遂い、青波線という形で京への復活を遂げ、2019年度までは着実にその需要を増やし、市民の足として現在も活躍中。次の荒子川公園だってそうで、2019年度は年間乗車人員100万人を記録し続けた。最近この駅近くからイオンモールが撤退したけど、皮肉にもそのおかげで伸びしろが生まれた。それが今はなきイオンモール名古屋港って言ったんだけど、やや西にイオンモール名古屋茶屋ができて、ついでに東にもララポートができて、テナント争奪戦に敗れた。駅前のゴーストモールになり果てた。物流の拠点と小型商業施設に生まれ変わるという説はあるけど、どうなるかな。次は港北。名古屋競馬場が弥富市の方に移設されたから、今年3月に駅名が変わった。新駅名めっちゃ透明道館。こちらも跡地は再開発される予定。ただし選手村向けに整備した後、住民向けにあれこれ開発整備って方針は決まっている。せっかく青波線の速度計を移しているので、青波線の車両についてちょっと。青波線は行き間を短めなこともあってか、加減速は鋭いけど、路線内最高速度は100キロ、設定最高速度も110キロと、313系の120キロ、130キロの世界には及ばない。近くでは同じく青くても、本気出せば青波線の3倍くらい速い弾丸列車が、地をうがっているのに、でも削れるところは削って、盛れるところは盛って設計した雰囲気。盛ると言っても、バングロギャルのごとく、スイブイ盛るかはとまではいかず、設備を簡略化しつつ、青波線に合わせている。例えばこの車両にはブラインドなんてものはない。バングロギャルになるしかない。一方でホームドアに合わせるの大変だよねってことで、カスク搭載、駅定位停止支援ってやつ、字面そのままで、止まりやすくアシストしてくれる装置、ちょうど関係する標識も映ってるね。それともう一つ、青波線の車両で削られたもの、それがスカート。車両の下についてる廃焼器、障害物を弾く板っぽいやつ、普通はついてるんだけど、青波線は踏切なし高架路線だから、それがついてない。コストを抑えつつきっちり入れるところは入れる。戦略性、でも財政的にも後継車両の想像はつかない。どうなるんだろう。313系さよなら運転の横で313系ベース車両が平然と走る的なことはありそう。ほんでお次は南荒子駅。ここから駅間短めゾーンに入る。駅間が短くても初乗りはきっちり210円って聞くと少し高めだけど、運賃の上がり幅は結構緩やかだから全体的には良心的で、ここまで来ると東側に何かが現れた。これは今も貨物輸送があると言った通り、正体は JR 貨物の名古屋貨物ターミナル。名古屋のハブとして活躍中だけど、このターミナル微妙に面倒っちい要素がある。というのも東京方面につながる線路が確保されていないから、稲沢駅で折り返さないといけない。いびつなターミナルではあるけど、これは南方貨物線っていう線路を立てる前提で作ったから。で、南方貨物線の建設はどんどこ進んだけど、トラックでよくねって声に加えてうるさいって声もあって、完成を目前に建設は凍結された。結局それから一部設備は取り壊されたり、残された分は建物の屋根として有効活用されたりで、あなたのその胸のなーかーなんてことになった。効果が建物の一部と化している現状、線路に再び化けるってことはないかな。そんなとんでもターミナルだけど、そのターミナルのおかげで青波線が輝いたことも、それがこれまたさっき言った少しだけ SL を走らせたって要素。青波線ではかつて試験的に SL 青波号っていう蒸気機関車が走ったことがあった。その編成の独特さもあって、トータルで4万人以上が押し寄せる大盛況に、この時名古屋を出発した SL 青波号は名古屋貨物ターミナルを終点にした。なんで金城埠頭まで行かなかったのかというと、車両の重量の問題があったから。蒸気機関車アニメの歌にも歌われている通り、蒸気機関車はパワフルだから、かくして大都会新幹線と並ぶ貨物駅発着という2013年と2レトロの融合を果たした人気の名列車。しかし二度と日の目を見ることはなかった。名古屋市としては運行させる方針はあったけど、近隣住民からの苦情に加え SL の貸し出し拒否とかで、見りゃ SL 運行やんないよの流れに、結局2013年の1回きりで終わってしまった。近くに近鉄駅がある影響
響で押されているからか、乗車人員がちょい少なめの小本駅を発車。次は笹島ライブ。名古屋貨物ターミナル駅ができる前は、この近くの笹島貨物駅がその物流を掌握していた。今その以降は開発の荒波にもろともさらわれ、笹島ライブ24地区というウェイティ地区へと整備。24は24世紀じゃなくって24時間都市を目指して取ってきているそう。開発は順調に進んで、2006年度には20万人いかなかった乗車人員は2018、19年度には110万人を超えた。豪雨ウイルスの影響を受けた20年度も70万人超え。名古屋から歩いても20分とそこそこ近めの立地だけど、確実に中枢の駅、徒歩圏内の1駅を使うの結構なブルジョワジーな気がする。その中枢の駅に向けて桑名方面からの近鉄名古屋線と並走する。さっき横をさりげなく通過したのは霞森駅。近鉄の普通種別の行き換えよりかはかっ飛ばす。ここからは近鉄とのすれ違い、並走も加えてなかなか鉄道的には熱い感じのゾーン。青波線のヒーター並みに熱い。近鉄と逆側を向くと JR 東海の名古屋工場が見えてきた。100年ぐらい前まではこの工場が四日市にあったけど、ここに越してきた。在来線車両の検査を一手に引き受け、年間450両の命を保つ工場だ。そしてさっき木81が見えたここは名古屋車両区。向こうでは HC85系という後輩に脅かされる木85系特急がギョロリとライトで訴えてきた。 JR 東海が初めて作った力強い機動車。現状では飛騨の前原、大阪方面と南紀についてはその座を奪われていないけど、まるで AI に脅かされるイラストレーターのごとく常にどことなく置き換えの恐怖の中にいる。撮影日が2022年5月2日だからまだ運行開始はしていないけど、いかにもな面持ちでスタンバっていたゲーミングなんちゃら稼働部のごとく立派な様相。見慣れた際13系の奥に潜む激動を胸に、もうすぐ笹島ライブ。青波線をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく名古屋出店です。でお茶アナウンスで名古屋に近づく。近鉄側の方を向くと米の車庫が見えてきた。あれは2万2000系エースのリニューアル車かな。そんであれは3万系かな。リスタ EX っていう一部2階建てのやつ。車両のラインナップが見えた通り、この米の車庫は特急が一休みする車庫。一般車両が休まない場所と聞くと知る人ぞ知る秘密のバーって雰囲気でいいね。あれは去年11月に引退したはずのスナップカー12200系だと思うけど、改造車が奈良辺りを縦横無尽に駆け巡る中、オリジナルは息を潜めていた。さっき近鉄と一緒にさりげなく合流した関西本線、そこを走る列車と入れ替わるように名古屋入線。ところであれは快速の神山駅。快速だけど随分短い。グローバルなみっちり4カ国語アナウンスを2分の移動時間でこなしつつ、16両分の新幹線ホームの横にある4両分のホームへと滑り込んで、起点も終点も鉄道に満ち満ちた。15.2 キロの旅はこれで終わり。貨物という無機物でさえも線路の奥でせわしなく行き交う大都会名古屋に到着。反対側にはレゴランド車両、なんか色合いが熱い。それ以外にも快速三重がやってきたり、青波線唯一の乗り換え駅は忙しい。まあそんなこんなでコラボ含めてけなげに頑張る路線。ただやばいっていうだけじゃなくって、しっかりきっちり乗って満喫しよう。じゃあ今日はこの辺で。